ここは粗大ごみ置き場なのか。パッと見ただけではそんな風にも思えるこの場所、実は大阪有数の繁華街南のど真ん中。近くで見てみますと冷蔵庫などの家電がたくさん捨てられています。しかもマンションの真ん前に捨ててあるのです。怒ってます。怒ってる。家主さんもちょっと困ってますしね。もう危ないですね、火事とかなされたら。私服警察かなんか張ってて、それでその時に捕まってるのは見たことあります。取材班は不法投棄の瞬間を激撮。すいません、 ABC テレビですけども、今これ捨てられましたよね。今捨てましたよね。一体彼らは何者なのか、なぜこんな人目につく都会のど真ん中に捨てるのか、不法投棄犯を直撃しました。大阪南のシンボルの一つ、巨大なカニやグリコのネオンサインがある道頓堀。不法投棄現場はその道頓堀のすぐ近く。ありました、見てください。大量のゴミがマンションの前に投棄されています。道頓堀から東へおよそ1キロのところにある大阪市中央区島の内。まさに都会のど真ん中。まず目に飛び込んでくるのはおびただしい量の白物家電。左から冷蔵庫、冷蔵庫、冷蔵庫、少し飛ばして洗濯機、冷蔵庫。捨てるにしても運ぶだけで大変そうなものばかりです。その上に布団などが乗せられていて、2メートル近くは積み上がっています。これは何でしょう、ビーズクッションですね。これもかなりの大きさのものが捨てられていて、その下に段ボールがあるような状態ですね。これは何だ。あ、空気を入れて使うマットレスですね。体重計ですね、これ。銭湯とかでよく見るような体重計ですね。ちなみに、これはゴミがない時の写真。この写真では自動販売機がはっきり見えていますが、今はゴミの山に覆われています。何の配慮か、自動販売機の前はかろうじて人一人が通れるよう隙間が作られていて、飲み物を買うことはできます。また、ここはマンションの真ん前で、日頃から車や人通りが多い場所。近隣住民の中には、不法投棄の瞬間を目撃した人もいました。若い子2人、24、5。ソファーですか。これとね、洗濯機。あ、この洗濯機。若い、40までの人の、なあ、商売人みたいな感じ。若い子が連れて、何人かで。多分私服警察かなんか張ってて、それでその時に捕まってるのは見たことあります。それでもなくならない不法投棄。およそ半年でこの状態になったといいます。翌日も現場に行ってみると、昨日まではなかったこういった段ボールであったり、こちらは巻かれた布団でしょうか、こういったものが増えてしまっています。道にまでゴミがはみ出してしまっていて、通行の妨げとなっています。非常にひどい状態です。たった1日でこのありさま。ゴミが歩道にあふれかえって、人一人がやっと通れるほどしか道幅がありません。一体誰が、なぜ、どうやってこんな人目につく都会のど真ん中に捨てるのか。張り込んで不法投棄犯を直撃します。午後5時、張り込み開始。この日もたくさんの車が行き交います。そこへふらふらとやってきた一人の男性。
今赤い服を着た男性が、あ、ゴミ捨てましたね。あれは木とか捨ててますね。ちょっと行きます。朝日放送のものなんですけども、うん、今なんか捨てられましたか？ここに。捨てん、捨てん。持ってくんない。持っていく？うん。今ちょっとそこから見てたんですけどね。ごめんごめん。こう木持って貼りましたね。これ持つ。これやろ。うん。もうそこまで持つ。そこまでってどこなんでですか？まあまあいい、持って帰る。持って帰り貼る、うん。お父さん、ここに何回か捨てに来たことあります？来たことあ、その後も自分は捨てていない、持ってきただけとの主張を続けた男性ですが、なごめんな、これいや持って帰る持って帰る。最後は自宅へと持ち帰りました。翌日も張り込んでみると、ゴミ捨てましたね。ゴミを捨てそのまま立ち去ろうとする男性、記者が男性を追いかけると、あれ車に逃げた。どうやら男性は現場の手前で車を降り、何食わぬ顔でゴミを投棄。この左折してきた車が追いつくや否や乗り込み立ち去ったようです。その間わずか10秒。捨てたのは家で出た生ゴミのようです。張り込み初日、2日目とゴミを捨てに来た2人はいずれも様子を伺いながら現場を訪れていて、バレないようにという意識が感じられました。しかし張り込み3日目、大胆な不法投棄犯が現れました。これは現場に向かう取材車両のドライブレコーダーの映像。マンションの前に白いワンボックスカーが。車から2人の男性が降りてきて、何やらゴミの山を覗き込んでいます。一旦通り過ぎ、一周回って再び同じ場所へ。すると道路中央に停車しているワンボックスカー、そして後ろのドアが開き、洗濯機らしい白い箱を捨てました。他に鏡のようなもの、そして冷蔵庫でしょうか、二人がかりで車から降ろし捨てました。ここで記者が直撃。すいません、 ABC テレビですけども、今これ捨てられましたよね。今捨てましたよね。これなんで捨てはったんですか？なんで捨てはったんですか？すいません、 ABC テレビですけども、今これ何のゴミですか？これ冷蔵庫捨てましたよね。今捨てましたよね。今戻すんですか？いや見てましたけど、他にもこの冷蔵庫だけじゃないですね、捨てはった。他にも捨てましたよね。今他にも捨てましたよね。他のやつはいいんですか？他のやつはいいんですか？記者の問いかけに一切答えることなく、車はその場を立ち去りました。結局先ほど置いたこの洗濯機ですね、この洗濯機と、この鏡でしょうか、これは置き去りにされたままです。途中で運転手らしき人物から聞こえた言葉、これは中国語で早く持って帰るぞといった意味だったようです。彼らは中国人なのでしょうか？不法投棄に困るこのマンションの管理会社に話を聞いてみると、南ならではの事情が見えてきました。
コロナになってからはステイホームの影響か家電や粗大ごみが増えた。また閉店した飲食店の人が冷蔵庫を捨てていたという噂も聞いた。マンションに住む人からはこんな声も。近くで民泊をやめた人が洗濯機とかを捨てに来ていた。写真を撮ったが逃げられた。大阪市保健所によると、中央区で2020年に登録をやめた民泊は700件以上。もしかしたらコロナ禍での飲食店閉店や民泊廃業がこの白物家電のゴミの山を生んでしまったのかもしれません。冷蔵庫1台を捨てる時のリサイクル料金は4000円前後ですが、不法投棄した場合の罰則は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、もしくはその両方です。午前9時前です。大阪市の職員によってマンション前のゴミの撤去が始まりました。マンションの前とはいえ歩道のため、ゴミの撤去は大阪市の担当。つまり身勝手に捨てられたゴミの処理に税金が使われたということです。最近は小型冷蔵庫が多く捨てられて、まあ、家電製品が主によく出るようになりましたですね。歩行者の危険にもなりますし、まあ、荷崩れなんかしたら、まあ、もし当たったりしたら怪我とかもしますし、まあ、不法投棄は犯罪ですんで、ほんまにやめてもらわない私たちは困るんですよ。あれだけあったゴミがわずか40分ほどで見違えるようにきれいになりました。ゴミの撤去から1ヶ月余り、果たして現場はどうなっているのか見に行ってみたところ、椅子3にソファー1、税金を使って元の木阿弥。残念です。